どうも、イエス DJ 大チャンネル、こんにちは。岡山 DJ スクールの DJ 大です。お久しぶりです。本日はですね、ループ機能とあとこの縦フェーダーを使ったトリックっていうのをやってみようと思います。で、まずは何をしようかな。ループのやり方説明したっけ。ループ機能多分説明したんですけど、まあ、もう一回してもいいか。そうですね、結構ループ機能ってめちゃくちゃ便利で、あとそのループ機能どこからやるかっていうのも事前に登録っていうのかな、このセラート DJ の中になんて言ったらいいかな、登録って言ったら面白いな。まあ、登録っちゃ登録ですね。登録することができます。まあ、覚えさせておくってことだな、うん、登録って言ったら覚えさせる。だからここの事前に、まあ、そのループしたいっていうとこがあったら、うんうん、もう事前登録しておけば準備ね、準備やってたらまあすぐできるっていうことで、うん、めちゃくちゃだから便利ですよね、うん、まあ、下準備っていう、うん、下準備ですね。 DJ プレイの、うん、DJ 下準備は命なんで、うん、はい、はい、まずその事前にどういう風にループさせるかって、今ここに登録してるんですけど、この下ここにこう登録しておく。それだけ説明。それだけ。え、どうやってやったの。まあちょっとこれ消して一回やってみて。消しましょうか。うん、やってみて。で、元が、まあ、ここがまあ事前にそのホットキュー、うん、それはもうわかるだろう、うん、みんな。で、ここで僕ループさせようかなって思ってて、うん、やり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 、おお、良さそう、うん、ループに。で、これが こっから2カウントで、うん、あ、違う、4カウントですね。4カウント。それってもうここ押すだけでいい。これだけでループになる。いや、まだそれはあ、なってない。今とっさになってるだけで、事前のその下準備にはまだ、これ消したらまたこれ消えちゃいます。あー、ループしてる。そうなんだ。で、残しておくためにここですね、ここを押してやって、で、ここでプラスボタン押します、うん、ポチッ。そしたらできました。へえ。で、仮にこれ消してもう一回、あ、どこ行ったか。はい、またこれ消して、また入れても、はい、ここも入ってますよね。おー。で、実際にかけます。でも、この青のとこに行きます。ループしてないですね。ここ押してないからじゃあ。そういうことです。ここを押したら事前にこのループ機能、ここですね、うん、もうなってるけど、だから曲これですね、選んでからの、もうすぐここを押してやったら、でも最初選んだら Q の画面なんじゃない、いつもの。あ、ここか。だからここを押してやって、そこを押して、ここを押したら青色になったら、ちゃんともうループ機能、その 37.8 秒のとこからループできますよっていうことですね。割と押すとこいっぱいある。2箇所重さんとループしてくれんってことか。そうですね、ここを押してからのここ、そこ、あ、で、これだったら消える。あ、で、ここ 1,2,3,4,5 個、うん、あ、まだいけるか、いっぱいできるんだね、うん、そんなにまあすることないと思う。まあ、だからいろんなそのアカペラ使いたいっていう、その日の気分によって。え、これって1曲でこれってことだよね。そうですね、だから37秒のところでも他のところでもループ機能使えるし、まあ1箇所でいいんじゃない。あと、ここをしたらどうなるかって言ったら、すぐ再生になっちゃうんですよね。あ、だからここは間違えて、危険、うん、危険ですね。押さないようにしましょう。すげー危険。ここですね、右側、うん、はい、すぐ行っちゃうから、はい、で、それ で、ね、その基本ループ使うにあたって、まあ僕的にはこのアカペラ、アカペラの部分をループは僕は基本的にはしますね。それで、まあ次の曲にこうブレンドっていうかミックスする、まあ軽くやってみる。ちょっとずれたっていう感じで、あ、まあそのアカペラと次のインストっていうか、あ、音なしのとこを合わせる
声なしのところ、そうですね。それを俗にブレンドって呼ぶんで、それでちょっと楽しめるっていうか変化もつけれますね。これめっちゃいいと思う、うん、あとここその今のだったら一回キックが入っちゃうんですよね。だからそのキックがちょっと邪魔だなって思ったら、タテレーダーでこういう感じで切っちゃうんだ。だけこう一回こう切る。ああ。あとはもうこのちょっとエコーを使ったりして。こういう感じで。ほうほうほう。すると。でうまいことそういう変な音とかをこうごまかせれるっていう。だからタテフェーダーでやったんだいさん。そうですね。あ、そうなんだ。うん、まあそういう感じで、うん、うまいことアカペラ部分を僕はループさせたりとかしますね。まあそのアカペラだけじゃなくても他のとこでもこれなんか使えるなっていうとこ遊びでループとかしてみたら面白いようなことが、うんうんうん、もうそこはアイディア次第ですね。それ本当アイディア次第ですね。DJ の醍醐味って感じですか。そうですね。あとはあともう一つ必要なのがこうまあそのこの部分ループのところで、まあ、ミックス今回はしていくんですけど、うん、結構もうそういう時時間がないんですよねってなったら。どういう意味ですか。まあ、だからこう時間がないってループして次の曲ミックスしようと思ったらこれだったらまあ 37.8 秒のとこからループするから、うん、次の曲入れてこう BPM 合わせようと思ったら結構すごい時間かかって忙しいし、ああ、じゃあシンクにしたの。そうですね。そういう場合はこのシンク機能を使って BPM を合わせてやるっていうのが一番簡単できますね。確かに37秒しかなかったら。そうです。もっと早いやつだったら5秒とか10秒とかでこういうループ使ってやる時もあるんで。あ、そうなんだ。なんかシンク機能を使うのが一番、まあそれでも 100% 合うとも限らないですけど、まあシンク機能を使ったら比較的時間は短縮できてゆとりできるかなと思いますみたいです。はい、ではちょっと実際にこのループ機能を使ったのと縦フェーダー使ってやってみようと思います。あと20秒ぐらいしたらループがループ機能になります。めっちゃいい感じ。こういう感じでゆりしもこれやりたい。これ結構ほんと下準備さえできてたら誰でも簡単にできるっていう、めちゃくちゃ便利でおすすめですね。あとこういう展開もつけれるっていう、うん、すごい。あとその前回2週間前ぐらいかな、 DJ 北斗さん呼んでプレイちょっと拝見させてもらってたんですけど、あ、これ結構使えるなって思ってたのが、まあ、北斗さんもループ機能使ってて、その時に、まあ、例えばこれでループしさせます。こういう感じでループ機能をさしてだんだんこう BPM は強引だったけど変化していくっていう、 BPM 早めて遅めたり、そうですね、されてましたね、うん、確かに。なんかそれで僕もすごいこういうそういう概念なかったんですけど、うん、BPM だんだんこうもう早めていった時に結構気分がこう上がっちゃったんですよね。うわかっこいいみたいな、そうなんだ、こういう使い方もあるんだっていう感じで、確かに、うん、
まあ、逆にこう収めていってもいいし、収めとるのもしとった絵は気がする。あ、そうなの。絵分からんけど、うん、なんかどんどん遅くなっていったのね。そうか、そこで結構 BPM 悩むけど、急に変わると。カットインもいつも合うわけじゃないし、うん、だから普通にカットインするよりは ここでちょっと絶対そっちの方がかっこいい。柔らげるじゃないけど、うん、うん、柔らげる。逆にかっこよかったですね。この強引さも逆にありだなって思って。逆にっていうかめっちゃかっこよかった、うん、めちゃくちゃかっこよかったです。なのでこの今回はまあ簡単なんですけど、ループ機能を使った、機能をお届けしました。あとですねループ機能を使ったループ機能とアクセントですよね。あとこの縦フェーダー、これ遊びですよね。 DJ プレイに、うん、これでアクセントがつけれます。皆さん、ただミックスしたり、はい、カットインだけじゃなくって。そうですね。で、あと1個だけちょっと僕が最近やってると、まあ、そのループ機能を使った技、もう5秒間だけ使った機能、あ、ループなんですけど、こういう感じで、まあ、スイズライクの10秒、ここだけですね。このナスナス、ナスイズライクってやっぱナス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 っていうのが結構耳に残るんで、そこをループ使ってこっちのナスイズライクのまた、あ、ナスのまた別の曲にミックスしました、うん、10秒だけっていうのもありな。そうですね、すごい。全然10秒って何カウント、それ 1カウント、ん、1カウントにもなってない。1カウントにもなってないのかな。10秒もある、それ。10秒のところで使ってるっていう。あ、そういうことか。ここ 10秒のところで、これ1秒ぐらいのフレーズやん。そうですね。あ、ここ、で、こうやっぱループでやっぱ間隔は狭いから、プツ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 ってやっぱなるから、そういう場合このエコーを使ってちょっと伸ばす、ごまかす。こういう感じでうまいことちょっとごまかしてっていう感じでお届けいたしました、はい、結構いろんな本当自分のアイデア次第でこのループ機能うまいこと活かせて楽しんで、うん、ぜひぜひちょっとトライしてみてください。してみてください。では今日はそういう感じでありがとうございました。